の公開練習のパンチキック関節とかそういうものよりも今僕が高橋選手とやるにあたって一番大事にしなきゃいけないのはその精神的な、その研ぎ澄まされた時の居合の刀のような鋭い精神性を持って相手に解かないと高橋選手にも必要ですし、もうそれぐらいすごくこう重要な神事としての戦いに近い、神に捧げるような戦い、そういった意味合いを持って